疲れ。お疲れ様です。お疲れです。あれ、今日運転手やると思った運転手やと言いましたね視聴者の皆さん、何言ってたらね、まあ、会社潰す、はい、っていうより、まあ、潰れるわ、このまま言ったら。利益っていうか、あらりっていうんだけど、まあ、工事100万円とかするじゃん。あらりが 30% だとしたら、はい、仮にね、まあ、平均、まあ、会社だもんで、ね、売り上げだもんで、ね、平均なんだけど、はい、まあ、年間1000棟近く工事あるから、うちはその中で、まあ、平均取ったら例えば 30% もうちょっとあるんだけど、はい、30% とすると30万のものでしょ、100万の物件だったら。でそのあらりっていうの中に広告宣伝費だとか営業マンの給料だとか家賃だとか、うん、俺の給料だとか、まあ、YouTube の経費だよな、はい、とかいろんなものが入ってくるんだけど、でその現場原価が 70% だとしたら、はい、職人の給料だとか材料費だとか足場の資材とかはこっちに入ってくるわけだろ。あらり率は変わっそう変わってないんだわ、去年とそのコロナ前とコロナ後で。でまあコロナが1月2月ぐらいからまあ悪かったんですけど、はい、まあまあみんな、まあ、前線で頑張って営業もね職人も結構頑張ってくれとる中で、あらり額率じゃなくてねが23451月決算だから、うちで23456789 10月の9ヶ月時点で、はい、6000万減ってるわけ。ああ、だいぶ減ってますね。やばくね。やばいですね。まあ、10ヶ月計算でも毎月600万からが減ってるわけ。うん。っていうことは、もし毎月600万利益が出てるような会社でも利益ゼロなわけよ。で、600万も利益出てないから。うん。で、ってことは、もう赤字なわけよ。うん。その決算やってみんとわからんけど、最後にいろんな調整でまだ入ってないもんとかもあるもんで。はい。でもこのままいったら多分本当にね、赤字額4000万とかぐらいいくんちゃうかな。赤字って分かる？その視聴者の皆さん、これ言っとくわ。なんかよくコメントでなんか搾取しとるとか経営者がどのこうのとかバーみたいなの書いてくるけど、アホがね。だけどあの会社ってさ、それ利益もまあオール社員で全部公表しとるからね、はい、だけどやっぱ赤字も出るし、その利益っていうの俺が使ってないから利益が出るからね。使ったら経費になっていっちゃうじゃん。はい、まあ、飲みに行ってもそうやな、ね、ギャラ飲みに行ってもそうやな、キャバクラ行ってもそうや、領収書切るってことは、はい、お金使うからなくなるわけでしょ。そうですね。でも利益が出るってことは、使ってないからもちろん利益出るんだし、はい、うん、で、それでもこうやって赤字の時って、俺一応給料、まあ会社だから、法人だから、俺も給料で雇われてるわけよ、一応正式にはね。はい、だから年間の給与っていうのはあるんだけど、例えばまあ2000万給料もあったとしたら、はい、だけど、もし6000万赤字だったら、俺の別にお金は4000万入ったと思う。これ会社オーナー 100% だからね。まあちょっとあの子の説明しなかったそうですね、これ誰だっていう誰だって言って、まあ、今日で、まあそうそう、こっから出てくるんだよその話が。で、まあ10ヶ月間、まあ俺も社長で YouTube とか出とったけど、まあある程度現場も営業も責任者がおるから、まあ、任せとったわけよ、はい、だけど、まあ、何回か動画でも行ったことあるけど、もう俺席も移動して、もうフロア、みんながおるフロアに移動して、で、なんてあだがなんちゅう、あられちゃんしよっかね、あられちゃん、あられちゃん、で俺もう今すぐそばにおるよね、会社で厳しいことわーわー言ってるでしょ、はい、でまあまあどれぐらいになる、3週間ぐらい、でも1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいです、ね、1ヶ月ぐらい。ちなみに今一宮で今岐阜に向かってるんですよ。はい。じゃあなんでこれ岐阜に向かっとるっていうのは、まあこれ全部つながってくるんだけどさ、話が。結局じゃあ経営者はじゃあ何やるかって言ったら、でそれはいい時は遊んでるかもしれないね、人に任して。はい、だけどやっぱ悪いから、やっぱ今 YouTube もあんまり出てないと思うな、俺なんか。あ、そうですね。うん。で、今日なんで岐阜行くかっていうのは、やっぱ今、本社の、まあ、店長業務してるの。もう本当に潰れる寸前のとこまで俺来てると思ってるから、会社がね。ああ。このままほっとったら。はい、で、コロナが戻れいいよね。戻らん可能性あるだろ。また増えてきてるだろ。そうですね、もう第3波が。そう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 。だから、お客様が戻ってこんかったら、それは潰れるよな。で、まあこれ今あられちゃんって運転してるのは何って言ったら、はい、あのまあプランナーやっとるんですけど、まあこれから営業も勉強しようって言って営業も手伝ってくると思う。まあ今日自分がね現場管理とかやっとるやつで、俺がまあ店長だから一緒についてってあげるわって言って、今一緒に岐阜まで見積もりに行くんですよ。ああ、はい、俺最近本当見積もりとか結構やっとるだろう。あ、やってます、ね、一人ではいかんけど社員についてったりとかで、まあね2週間に1回進捗会議って言って、はい、ね、じゃあお客さんみんなが、営業マンはまあその見積もり依頼から始まって観光までにまあ3ヶ月とかかかるわけじゃん。はい、でみんな20件30件って商談持ってるわけだよね、その中におる行ってる中で、うん、はい、初回訪問からいろいろあるわけじゃん。お問い合わせ来るわけでしょ、お客さんから。そうですね。で観光までにまあ、3ヶ月4ヶ月かかる人もおれば、もっとかかる人もおると思うんだけど、はい、でそれをわーっていっぱいあるわけだろ、いろんなところの位置にお客さんが、
はい、それをみんな30件40件持っとるんだけど、それの照らし合わせミーティングみたいな、これどうなってんの、これどうなってんの、これこのお客さんどうなってんのっていうのを、はい、週に1回やり始めてるんだよね俺が。2週間に1回だったかな。だけど、まあ、そうやってやってることで本社本当に1ヶ月ぐらいで雰囲気変わったよね。はい、ピリピリしてます。ピリピリしてます。ピリピリしてる。いい雰囲気変わったんでしょ。はい、いいピリピリじゃない。いいピリピリです。でも楽しくやってるでしょ。はい、全然楽しい。楽しくない。俺がリーダーやってる時の方がどう。はい、どうですか。元気出ます。ちょっと嘘くさいな言い方。そう、いやまあでも視聴者の皆さんそうやって思っとら思っとる。でもあられちゃんいつから俺もう10年ぐらい経ちます。10年ぐらい経つよね。はい、そうだよね。はい、でまあ現場管理だけやっとったんだよね今までは。はい、うん、だけどやっぱキャラがいいもんでさ、うん、ちょっと今動画で恥ずかしがっとるけど、はい、めっちゃキャラいいじゃん。そうですね、あられちゃんな。はい、でお客さんに気に入られるから結構紹介とか持ってくるわけ。友達の紹介とか近所の人が あの人悩んどるでとか。はい、で今回こうやってまあ見積もりもやってみようよってことで、まあ、俺はその、はい、まあ、お前にも言ったじゃん、俺の格言その1の1は社員をこき使うだろ。はい、そうですね。これ使えよ。いや動画になってないですよね、そのこき使って。動画以外で俺いつも言ってるのは格言その1社員はこき使えって言ったんだけど、俺は視聴者の皆さん。そうですね、だけど楽しく俺はこき使えないと思う。でそいつが、はい、やっぱキャパが10だったら10やって初めて、はい、11に成長するって俺は思ってるから。あ、だから9やっても意味ないんだ。筋トレと同じだろ、最後の1回が一番筋肉つくとこいいだろ。あ、そうですね、限界まで追い込んで追い込んで泣くぐらいまで追い込んだって。はい、でフッて力抜いてあれば筋肉ってつくんだよな。あ、でそれと同じ仕事も俺はそう思うから。だから俺はもう本当にあの視聴者の皆さんこれはっきり言うんだけど、もう、まあ、本当につぶやいが大赤字だけど、俺来年も絶対黒字5000万ぐらい出したから。5000万で大体 5% とかでしょ。はい、まあ、2つの会社合わせてね。あ、はい、でも最低やっぱ 4% から 5% ぐらいは来年、まあ、人力このコロナ禍でも出したろうと思ってるの。はい、でリストラなんかしないよ別に。従業員辞めさせたら買ったんだけど、だって暇なんだもんね。仕事人減っても回っていくわけじゃん会社なんか。10人で例えば見積もり100本さばける能力があるとしたら90本になってんだから、はい、10人を9人にしちゃって逃げるわけじゃん。だけど、まあ、それはやんないって言って、まあ、逆に採用活動してるから今うちは会社は先行投資で。はい、今だったらいい人来てるから、求人バンバン出してる。まあ、そこ金使っとるよ、はい、そこにもね。はい、でヘッドハンティングみたいなのもやってるし、今紹介会社も今動いてるし、はい、それはあの 30% とか 40% の年収の何パーとかやってるんだけど、はい、まあ、その先行投資もまあもちろんしてんだけど、俺はいけると思ってるんだよな来年。そこから俺も全店にもうバチバチ文句言うし、いい意味で、ね、楽しく文句だよ。その文句だけってこうやって視聴者の皆さんがこうやって思うと、まあ、こいつ気持ち悪いなとか思うかもしれんけど、いい意味でやっぱりそのピリピリ感を持ってなんか仕事が楽しくなると思うの。はい、スポーツとかでもそうじゃない。そうですね、程よい緊張感が、程よい緊張感が楽しいじゃん。はい、なんか別に草野球みたいな感じで、いやー何でもいいじゃんって、勝てんでもいいじゃんって面白くない。あ、これ左じゃない。俺はまあこれ、まあ、動画にすることで覚悟じゃないけど、まあ、せっかくだしいいね、面白いね。そうですね、まあ、本当に覚悟、本当に潰れるか潰れんかっていうところまで来て、まあ、現金持っとるね、うちは強いのは。はい、現金、あの会社って潰れる時って現金がなくなる時だけなんだもん。あ、そうだ、ね、毎年だって3000万なくなっても1億あれば別に3年は持つだろう。はい、ただ俺はもう赤字って嫌だから。そうそうそう、だから黒字の方がいいじゃん。延命だったら何もでもできるやん、キャッシュがあれば。はい、で毎年3000万なくなっとるなんていうのは、まあ、経営者として失格やろ。そうですね、だからまあ社員にもまあ厳しくもするし、はい、楽しく厳しくっていうか、まあ、それがまあスポーツで言ったら監督みたいなもんだよな。そうですね、厳しいからつまらんっていうのはないじゃん。はい、うん、だから、なんかバカみたいなコメント入れてくるやつおるけど、大変な子がとか作詞とかだけど、せっかく会社来てんだからさ、はい、厳しい方がいいよね。でもね、あられちゃんね、どう、やっぱ厳しい方がいい。私は厳しい方が今まで成長してきた。うん、何回も泣いたことあるもんね。はい、何回も泣いて強くなりました。そう、お客さんにも泣かされ、俺にも泣かされバーッって言われて嘘。10年だね。でもこの俺に10年次の人も相当タフだよ。タフガールや。タフガール、マジで。であれだよね、塗り替え道場のあのパソコン版の、はい、姉にはこれ同じ黄色いヘルメットかぶってひげつけて出てくれてもんだよ。あ、そうなんですか。あのサムネみたいなとこあるじゃん、上の、はいはい、ブルーのところあるだろう、はい、YouTube からパソコン版の時に出るだろう、はい、多分、ね、携帯版のやつも出てくるよ、ヘッダーみたいなやつ。そう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 、それ出てくれてるのあれだよ、あられちゃうんだよ。
で、まあ俺も今さ、こうやってじゃあ会社の立て直しを やっとるけど、まあほんで、はい、もう本当にお前もだって近くにあるので分かるだろ、営業とかジムにもまあバシバシ行ってるじゃん、はい、でこれどうなってんのこれどうなってんのって言ってこれ数字見せてとか、はい、うん、まあいろんなことを改善してってんだけど、まあそれまた動画にしてあげたいなと思うんですけど、はい、経営者としてね。でもう一つやっとるのはやっぱ YouTube からのSNS ビジネスってあの求人サイトやってるでしょ、はい、やってますね。今あれも200社300社、まあ今のところは無料でやってるからビジネスとしては赤字だけど言って、はい、うん、であの SNS でその求人サイトっていうのがあって、はい、みんなが求人出せるわけよ、いろんな会社さんが。うん、はい、でこれ多分もうずっと無料でもいいかなと思ったけど、まず500社までは無料って言ってるんだけど、はい、うん、だけどまあ今300社超えてきたから、もうぜひみんなね、あの職人さんも結構見に来てるみたいな、どんどん増えていってるから、はい、であの職人側もあの求人出すときは登録しなあかんからさ、はい、うん、でぜひ登録もしてほしいんだけど、であともう一個あれじゃん、外壁塗装のマッチングビジネス、 はい、うん、あれこれちょっとこれ一つ勝負だなと思って、あれももう50社ぐらいになってるかな、 であれ塗装屋さんだったらあれ本当に、うん、あの登録してくださいね、あの何いろんなマッチングサイトあるじゃん、外壁とお客さんを、外壁と塗装屋さんとお客さんをつなげるサイトあるけど、それ全部1割とかもう本当に高いんだわ、はい、お客さんもバカだもんね、お前ああいうところ通してやったら余計金額が下がっとるじゃなくて、もう汚い工事しかできんよ、だって100万のもので10万とか 15% ぐらい取られるもん、あの紹介するだけで1万2万取ってるな、あれ本当にすごい高いお金をやっぱあれかかっとるけど、まああれを安くできるように、その代わり間に俺らが介在心と、はい、お客さんと塗装屋さんが、だってもう普通のマッチングサイトってお客さんから見ても塗装屋さんが見えんようなことだ。ああ、そうなんですか。うん、だけどもう見えるようにしとるから、そこのしとるだけで仕事の依頼来るかもしれんし、でそれまた皆さんぜひ登録して、もう絶対にいいものが出せたらなと思ってますんで、はい、ぜひそっちの方の登録もよろしくお願いします。まあこんな感じです。まあうちの会社もね、これからね、まあ会社潰れちゃったら YouTube もできなくなるんで、そうですね、うん、だからまあ盛り上げて今年、まあ、来年か、はい、まあ、今年いろいろ準備して来年もう一回いろんなことに取り組めたらなと思ってますんで、はい、ぜひ皆さん応援か、はい、応援お願いします。お願いします。またね。このまんま俺ほ、まあ、俺がほっとったらとか、まあ、みんなもよう頑張ってるよ、頑張ってるけど、はい、この景気が続いたら、はい、毎月例えば300万ずつ現金が、まあ、500万でしょうか、500万ずつ現金がなくなるとしたら1年で6000万だろ。そうですね、お前もう1年2年もたんのじゃない、うん、そりゃそうだな。そうですね、現金がなくなったら潰れるし、それ取り返せんやん、まあ、銀行の借金とかもあるときにね、口座に金は入っとると思うんだけど、はい、これコロナのもんで貸し、コロナ融資とかもあるじゃん、うん、だけど本当にこのままいったら本当にこのままの景気、まあ、だってこの景気でも利益出る力強さ作らなきゃいけないな、ね、じゃあこの景気が治るからって言って、その他人任せみたいなこと言ってたらしょうがないもんな、それ経営者なので、うん、社員の生活もそんなにこと言ってたら守れんし、コロナ関係ないもん な、何があろうが利益出すのが経営者の仕事だろう、だからそれ厳しくしなあかんだろうし、うん、でも厳しいだけじゃやめてっちゃうからさ、本当にこのままいったら1年2年2年もたんのちゃう、まあだけどいい兆しだけどな、今本当すごいいい兆しで、みんながすごい頑張って、でまあ景気も戻ってきとるもんで、お客さんは本当正直戻ってきとんな、はい、なんかな。あ、そうなんですか。うん、だいぶ戻ってきとると思うよ。もうなんかもうコロナも長すぎて、もうなんかもう学生さんも毎週なの。最初なんかもうわーってなると、確かにそうじゃん。外気塗装は逆にさ、今の方がいいじゃん。うん。コロナもね、窓閉め切っとれるで。あ、そうですね。そうそう。本当は普通は閉め切りたいんでいいじゃん。はい。うん、だけど閉め切るときにやった方がいいじゃん。うん。まあ確かに。ね、朝とかは甘らかんけど、まあその職人もマスクとかしておはようございます、そんな近づくわけじゃねえもんね。そうですね、 そんな簡単に映らないでしょ。で塗装の職人が風邪ひいとってそれが映ったらあんまいないでしょ。でしょ、風邪みたいなもんでしょ。密にならないですもんね。そうそう、コロナって風邪でしょ、一種の。そうですね、そうそう、肺炎で、そうそうそう。でまあ、あのワクチンとかできるとかできるとかやってるしな。あ、なんかアメリカがそうそうそう、なんかやってるよな、やってますね。まあ分からんけど、でも悲観、あのいい風にばっか見てもかんし、悪い風にばっか見てもかんで、だから楽しく、はい、どんな状況でも楽しくは、まあ、もうもちろん大事だけど、はい、まあ一定来年本当にな、頑張って利益出や、うん、最高だよな、みんなが頑張って、ね、そうですね、みんなも達成感あるじゃん、はい、コロナが治るまで2年ぐらい家でこもっとって、ネットフリックスずっと見とって2年ぐらいで会社やったらもうできるもんな、ノウハウと知識と経験は俺はあるから、うん、
はい、人雇うこともどうやって雇ったらいいんだろうってのもないし、どうやって人を教育したらいいんだろうってのもないし、別に、はい、どういう商材なんか何でもあるじゃん、はい、この塗装じゃなくて、こんなにいちごでもろうかな、俺いちご好きだからいちご屋さんやもん、いちご屋さんチョコレートといちご屋さんやろうかいい組み合わせ、一緒にやる、で俺ユーチューブやろうか、あ、いいですね、理解どうじゃない、チョコレート工場っていうユーチューブやろうか、新生チョコレート工場っていうユーチューブ、チャンネルも新しく、あれ映画のあれみたいなやつね、ジョニーデップみたいなあるじゃんやろうかね、あられちゃん、あられちゃんも一緒に可愛らしいね、あられちゃん3人で3人で YouTube やって、昔はもう壊したから元気に残しとことりあえずともで、1年後に連絡するわ1年後の、まあ1年後のちょうど今日の12時ちょうどにな、あの一宮インターで待ち合わせしようか一宮インターですか高速沿いで、ね、下で待ち合わせしたらバレるかもしれないね、はい、スパイみたいな感じで高速のなインターのあそこでバーってな、はい、全員で12時ちょうど俺吹けるから、社員からも全部から、社員から全員から吹けるから、あで1億5000も隠し持ってるから、もうネットフリックスしか見んで、金毎日500円ぐらい生活できるわ俺言ってでもネットフリックスの契約費がそうまずいな、じゃあ1日まあ月じゃあ月まあ5万円ぐらいのお小遣いで生活するんで、まあ、1年飛んどったって60万円か、うん、60万円しか使わんで、はい、うん、それでいこうか、行きますか、うん、でチョコレート工場立ち上げようか、はい、ップといい、それまで勉強しようかな、チョコレート工場のあの映画見て1年100回ぐらい見てこう勉強になりますもんね、勉強になる。